イングランドプレミアリーグ2022-23シーズン惜しくも2位に終わったアーセナル。2023-24シーズンに向けて様々な選手の補強等が発表されています。どんな選手が補強され、どんな特徴があるのか気になります。そこで今回はアーセナル全選手を紹介していきますので、最後までご覧ください。それではどうぞ。ゴールキーパーアーロン・ラムズデール。イングランド、体格に恵まれたゴールキーパーで、各年代で代表歴があり、2022年のワールドカップヨーロッパ予選で A 代表デビューを果たした。プロデビューからプレミアリーグで活躍していた同選手は注目の若手となっており、アーセナルのほかチェルシーやトッテナム等からも関心が寄せられていた。ゴールキーパーマット・ターナー、アメリカ。190センチの高身長を生かした空中戦が得意。アメリカ代表にも選ばれており、北中米カリブ海王者を決めるゴールドカップ準々決勝に出場した時は2本連続で PK を止め、勝利に貢献した。またこの試合の勝利後にはメッセージが記されたアンダーシャツを示して天国の友人に思いを届けた。このメッセージは小児がんで亡くなった少女へのメッセージだった。小児がん患者支援運動に参加しており、その際に知り合った友人だった。またアーセナル移籍が発表された際、全所属クラブにてサインを応じていたところ、アーセナルのライバルクラブのユニフォームを着用していたファンのサインには断った。このエピソードでアーセナルファンの心をつかんだ。日本代表の冨安選手とも仲良しでよくご飯を食べに行っている。ゴールキーパーカール・ヘイン、エストニア。193センチ、21歳であり、次世代の正守護神としてその将来を期待されている。各世代で代表歴があり、16歳の若さでアーセナルと契約を結んだ。エストニア国内リーグ出身でアーセナルに移籍してからはユースリーグを順調に昇格していき、2022-23シーズンでは正式にトップチームのベンチ入りまでするようになった。ディフェンダーキーラン・ティアニー、スコットランド。本職は左サイドバック。最大の武器はスピードを生かしたドリブルと相手に体を当てられても負けないフィジカルの強さ。セルティックの下部組織出身で中村俊輔氏を自身のアイドルとして非常にリスペクトしている。その理由としては、子供の頃大活躍していた中村俊輔からスパイクをプレゼントされたからだという。代表歴は U19 代表を経て2016年に A 代表デビューを果たしている。ディフェンダーユリエン・ティンバー、オランダ。攻撃的サイドバック。身長179センチと比較的小柄なディフェンダーにもかかわらず、21歳と若くしてオランダの名門アヤックスでは主力として地位を確立した。2023年にアーセナルに移籍となった。特徴としてはパス精度の高さとデュエルの強さといえる。パス精度に関してはある試合ではパス成功率 90% を記録したこともあった。デュエルも勝率 67% を記録し、空中戦も負けておらず小柄な身長を感じさせない。各年代で代表歴があり、センターバックサイドバックの両方をこなせる貴重な選手である。ディフェンダーベン・ホワイト、イングランド。サウサンプトン FC の下部組織出身。最大の特徴はボール奪取力。特に相手フォワードに入るくさびのパスを奪うことが得意。またロングパス精度も定評があり、前所属のリーズ・ユナイテッド FC ではクラブの年間最優秀選手賞にも輝いている。各世代の代表歴はなく、2021年に初めて A 代表に招集され、そのまま2022年のワールドカップメンバーにも選出された。ディフェンダーガブリエウ・マガリャニス、ブラジル。ブラジルのアバイ FC の下部組織出身。強靭なフィジカルと高い身体能力を武器としている。対人での粘り強さや間合いの詰め方も武器の一つ。各世代の代表歴では U20 代表、 A 代表に選出されている。2021年には友人と共に強盗被害に遭ってしまうが、バットを持った相手に素手で応戦し撃退している。ディフェンダーウィリアム・サリバ、フランス。6歳からサッカーを始め、パリ・サンジェルマンで活躍しているエムバペの父親から指導を受けていた過去がある。空中戦を得意としている。各世代で代表歴があり、準優勝に終わった2022年ワールドカップメンバーにも選出されていた。ディフェンダーロブ・ホールディング、イングランド。ボルトン・ワンダラーズの下部組織出身。思い切りの良いタックルや好不調の波があまりないのが特徴。非常に安定してプレーができる。全クラブではクラブの最優秀若手選手に選ばれている。各世代の代表歴は U21 にとどまっている。ディフェンダーヤクブ・キビオル、ポーランド。 GKS ティヒの下部組織出身。カバーリングやポジショニングが抜群な選手であり、落ち着いてプレーをすることができる。
各世代で代表歴があり、2022年に初めて A 代表に招集された。ディフェンダー冨安健洋、日本アビスパ福岡の下部組織出身。中学3年でトップチームの練習に参加するようになった。そのままアビスパ福岡にて高校2年ながらにしてトップチームで公式戦デビューを果たした。各世代で代表歴があり、2022年ワールドカップにも選出された。ディフェンダーリノ・ソウザ、イングランド。 U23 チームで非常に印象的な活躍を見せた。サイドバックが主戦場であり、非常に攻撃的な選手である。代表歴で言えば U16 代表に選出されている。ミッドフィルダートーマス・パーティ、ガーナ。ガーナのオドメタ FC のユースに所属しており、18歳の時にアトレティコ・マドリードの下部組織に移籍した。非常にアグレッシブにプレーをし、ボール配球に優れている。長短のパスやドリブルが評価されており、ボール奪取能力も高い。代表歴では2016年に A 代表に初招集され、同年にはハットトリックも達成している。ミッドフィルダージョルジ・ルイス・フレイロフィーリョ、イタリア、愛称はジョルジーニョ。最大の特徴は視野の広さ。フォワードの裏への飛び出し等の動きを見逃さず、正確なパスを出すことができる。ブラジルで生まれイタリアで育ったため、代表では両方を選択することができ、結果イタリア代表としてピッチに立った。ミッドフィルダーデクラン・ライス、イングランド。チェルシーのアカデミー出身。幼少期から家族全員がチェルシーファンだった。また幼少期の憧れの選手は元イングランド代表のジョン・テリーだった。各世代の代表歴は、祖父母がアイルランド出身だった関係で、ユース世代から2018年までアイルランド代表としてプレーしていた。しかしイングランド代表入りを目指すことを発表し、2019年に初招集された。ミッドフィルダーブカヨサカ、イングランド。イングランド代表、2018年にアーセナルとのプロ契約が発表された。アーセナルのアカデミー出身。2019-20シーズンでは PFA 年間最優秀若手選手賞の6人の候補にも選出された。また2022年にはアーセナルのプレミアリーグ通算2000得点目を決めた。ミッドフィルダーマルティン・ウーデゴール、ノルウェー代表。2021年に当初はローン移籍にてアーセナルに所属。その後完全移籍が発表された。2022年にはキャプテンに就任し、チーム監督から信頼も得ている。また同年にはノルウェーのフットボール界に大きな貢献をした人物に贈られるクニクセン名誉賞を受賞した。プレミアリーグ月間最優秀選手にも選ばれ、さらにはロンドンフットボールアワード2022-23シーズンの年間最優秀選手賞も受賞した。さらにサポーター投票によるアーセナルの2022-23シーズン最優秀選手にも選ばれた。ミッドフィルダーエミール・スミス・ロー、アーセナルの下部組織出身。最大の特徴はポジショニングの良さ。体力もあり、足が止まることなくより良いポジショニングの位置に入ることができる。各世代で代表歴があり、2022年ワールドカップ予選では A 代表初ゴールも記録した。ミッドフィルダーファビオ・ビエイラ、ポルトガル。 FC ポルト下部組織出身。当時を知る人物が、彼がメッシのように見えたと語っており、幼少期から片鱗を見せていた。ボランチ、トップ下、サイドハーフと複数のポジションをこなすことができるユーティリティさが一番の売りである。各世代で代表歴があり、 UEFA U21 欧州選手権2021では準優勝に終わるも、大会 MVP に輝いた。ミッドフィルダーモハメド・エルネニー、エジプト。エジプトの名門アルアハリの下部組織出身。前所属クラブでは主力として大活躍し、在籍4シーズン全てのリーグ優勝に大いに貢献した。各世代で代表歴があり、19歳の若さで A 代表に招集されている。ミッドフィルダーオクレサンドル・ジンチェンコ、ウクライナ。 FC シャフタールドネツクの下部組織出身。正確なパス精度と臨機応変なポジショニングが特徴の選手。各世代で代表歴があり、19歳で代表最年少ゴールも記録した。ミッドフィルダーカタリン・キルジャン、ルーマニア。ルーマニア出身の21歳。10歳にしてルーマニアの4部リーグにてデビューを果たした超逸材。フォワードガブリエウ・フェルナンド・ジゼズス、ブラジル。パルメイラスの下部組織出身。ボールタッチが特徴的な選手。ロナウジーニョに憧れてサッカーを始めたこともあり、足元の技術が非常に高い。各世代で代表歴があり、2016年に母国で行われたリオデジャネイロオリンピックでは金メダルに貢献した。フォワードガブリエウ・テオドロ・マルチネッリ・シウバ、ブラジル。 K
19歳までブラジルの名門コリンチャンスのフットサルチームでプレーしていた。その後、イトゥアーノユースチームに入団した。スピードが持ち味のドリブルや動き出しが非常に巧みである。イタリア代表も選択することができたが、ブラジルを選び、2022年ワールドカップのメンバーにも選出された。フォワードレアンドロ・トロサール、ベルギー KRC ヘンクの下部組織出身。左右両足で同じ精度のボールを蹴ることができること、また切れ味抜群のドリブルが特徴の選手。またセンター、ウイングどちらでもプレーできることも特徴だ。全所属チームではアウェー戦でのハットトリックを達成。またアーセナルに移籍した後ではアシストのハットトリックも達成している。前半での3アシストはプレミアリーグ初めてのことだった。各世代で代表歴があり、2022年ワールドカップにも選出された。フォワードカイ・ハベルツ、ドイツレバークーゼンのユースチーム出身。そのままのクラブでプロデビューを果たし、2017年にはブンデスリーガ初となる当時21歳以下で35得点を決めた選手となった。各世代で代表歴があり、2022年ワールドカップではグループステージ最終節で2ゴールを挙げた。フォワードエディエンケティア、イングランドチェルシーの下部組織出身。各世代で代表歴があり、2018年のトゥーロン国際大会では準決勝で2得点を挙げるなど、イングランド優勝に大きく貢献した。フォワードリース・ネルソン、イングランド。2007年の9歳の時にアーセナルの下部組織に入団。全所属クラブではブンデスリーガ年間最優秀若手賞にもノミネートされた。特徴としては高いドリブル能力で、右ウイングが主戦場。ジンバブエ代表としてプレーすることも可能だったが、イングランド代表として各世代で代表歴がある。今回はアーセナル全選手紹介についてまとめました。今後も日本サッカー、海外サッカーに関する情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。